皆さん、こんにちは。ヨハネラブです。このチャンネルは、好きなアニメ作品のグッズを好き勝手に紹介していくチャンネルです。ちょっとした時間、このチャンネルとお付き合いしてくださると嬉しいです。今回紹介するのは、超セクシーな姿の、こちらの血の魔人のフィギュアです。チェーンソーマン、パワー、バニーバージョン、4分の1スケールフィギュア。それでは、サイトへとジャンプ。今回は、アミアミさんのサイトにお邪魔させてもらっています。コロアン対魔得意4課のデビルハンターで、血の魔人でもあるパワーが、バニー姿で、4分の1スケールのフィギュアとなりました。来た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 ！オリジナルのバニースーツ姿で、セクシーに立体化されていますよ。型破りなパワーらしい表情と、大胆かつ繊細な髪の毛の表現も、丁寧に造形されています。今年はうさぎ年ということもあり、バニー姿が縁起いいですね。一体、何を企んでいるんだ？真っ赤なバニー衣装からすらりと伸びた足には、布製編みタイツが使用されています。リアルさが追求されていることで、編みタイツから透けて見える美脚が、より魅力的に見えてくると思います。バニースーツも密着度が高く、おへその浮かび具合もセクシーで、艶のある塗装表現も美しいです。いいね、好きだよ俺は、そういうのが。ネクタイや髪のなびいた様子などもしっかりと作り込まれていることで躍動感が伝わってくるかもしれません。髪のなびきがパワーの荒々しい性格も表現されているのではないでしょうか。ギザギザとした歯もしっかりと作り込まれていて、パワーの魅力がギギッと詰め込まれていますね。ファンサービスだ。バニースーツによりパワーのボディラインの美しさが引き立っていると思います。3も見させてくれそうな、おっぱいも柔らかそうに作り込まれていて最高です。エッチ。スーツのお尻への食い込み具合も丁寧に造形され、たまりません。タイツから透けて見えるお尻が、セクシーすぎてとてもエッチです。油断も隙もないわね。いやらしい。また、別売りのマキマのバニーバージョンのフィギュアと並べれば、ハーレム気分を味わえちゃいます。セクシーなバニースーツ姿を約505ミリの4分の1スケールというビッグサイズで味わえて、あなたもパワーに魅了されること間違いなし。だってそれが愛だろう。こちらのフィギュアは7月に発売です。そしてお値段は39,600円です。このフィギュアをお迎えしたら、パワーのバニー姿のセクシーさを SNS などで広めてあげてください。欲しいか、これが欲しいか。今回の紹介はここまで。これらのグッズの紹介記事を下の概要欄に貼っておきます。もしよろしければ、その紹介記事に貼ってあるリンクからアクセスして注文していただけるとありがたいです。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンを押してくださいね。それでは、また次回お会いしましょう。